すいません、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、うん、すいません、自己紹介というか。ああ、はい、あの東京で今紙運んでますけど、石黒と言います。トラックのニックは囲まる。もうトラックやって何年だろうな、40年近くこんなようなトラック乗ってます。高校の時の就職先は水道屋だったんだけど、もう水道屋やるのも嫌だし、でインテリア会社で、まあ、デザイナーやろうかと思ったんだけど、デパートとかにマネキン人形だとかブティックとかね、そういう装飾をトラックで運ぶようになって、最初のうちは。そしたらもうトラック好きになっちゃって、で給料も安かったんで、あの仲間内が運送屋にいたからね、運送屋の方に転職したわけですよ。そっからもうトラックに目覚めた。そうだね、もう運送会社のトラックを最初丸めのエルフ乗ってて、で、どこら辺だっけ、横浜の方かな、昭和って、オートアクセサリー昭和っていうところでバイザーをつけて、で酒の配送をやってたの。で酒の配送をやってたけど、そこの問屋さんに怒られちゃって飾って、で一回飾りを外したわけ。そしたらその所長さんがいなくなったんで、また今度運送会社が新型のエルフになった時からもうバーンと飾り始めちゃったのかな、うん、その飾りたい欲っていうのはどっから来たんですか。いやー、人と同じじゃ嫌だからね。インテリア会社で働いてた時の、うん、それも結構生きたりしてるんですか、今のデザイン。そうそう、もうあのなんつうんだろう、自分の考え、ここ装飾的なもの大好きだったのよ。でデザインして自分で 何かしらを作るっていうのが趣味だったのね。だから今でも自分のこういうトラックなんかある程度できることは全部自分でやってるかな。これはどういう発想でこのトラックにしたんですか。あ、今のはね、これで今自分のトラック3代目なんだけど、あのその当時キャンターでゴールドキャンターっていうのがあって、それが好きだったの。これも例えばこのグリル、これがゴールドキャンターのグリルなんだけど、もうそのテイストに真似たように作ってる。こういうもんじゃないんだろう、金が好きでさ、もう金が大好きでゴールドにしたようなもんだよね。最初、一番最初自分で買ったトラックもゴールドではなかった。革命のキャンターだったんだけど、ちょっとモスグリーンっぽい色だったんだけどね。次のニューキャンター買った時からゴールドにした。次はゴールドだって決めて、ちょっとねシャンパンゴールド系かな。和のテイストが結構あるなって感じですね。これみんなの鈴木工芸だね。もう絵と文字はもう昔から鈴木工芸さんって決めてるから、もうお任せのような感じだね。だいたい文字の文句は決めてって、こういう感じって言えばもうパッパッパッと書いてくれる。これもこういう何でも好きなんだけど、この字体がね、一発でこの文字は活かしてると思ったんだよね。他にない字体でしょ。うん、確かにね。そう、この字体で描いたらかっこいいなっていう思いがあったし、鈴木工芸で描いてる絵を見ても躍動感があるので、ここで描きたいっていう思いがあって、知り合いのつてを頼って最初は描かせてもらった感じかな。後ろのもう絵がね、もう先生にもう絵はこういう感じこういう感じでって頼んだら、もうこういう絵ができたのかな。抱き恋ってなんつうのかな、恋退治っていう題材なんだけど。ちなみにこの新宿クリスタルクラブっていうのは、あ、これはね、俺がもう若い頃通ってたファッションヘルスだな。ファッションヘルスですか。うん、これ自分で作ったんだけどね。あ、自分で作ったんですか。自分で作ったよ、ミラノアクリルで。ここに貼るぐらい好きだったんですか。いや、もう何しようかなと。もうこれね、ネオンワンマンって言ってくる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 回るワンマン灯なので。本当だ、歌舞伎町で 見たことあるな、これ。歌舞伎町とかで見るやつ。ネオンに匹敵するんだったら風俗とかさ、キャバクラじゃない。だからちょっとこれで行こうかなと思ってね。今残ってるんですか。まだあると思うよ。あるんですか。あるある。マジですか。うん、でもここの常連だったってことですか。結構行ってたから、まあね、結構いろんなとこ行ってたんだけどね。あ、行ってたんですね。その中でも、でもだってここにね、置くぐらいだったら、なんかね、語呂合いがいいじゃない。なんかクリスタルクラブっていうのがね、他のところより語呂いいっすね。語呂いいっしょ。結構、あとまだ 2,3 個ちょっと作ろうかなと思ってんだけどさ。このシリーズ。今度上は今度個室サウナって入れてさ、下にこうちょっと名前入れようかなとかさ。
それ見たいですね、うん、この夜明け前の紫のハイウェイ、俺の大好きな、もう年代の人には分かると思う、クールスっていうバンドのリーダー舘ひろしが歌ってた時の紫のハイウェイの曲、夜明けの前の紫のハイウェイで、これが舘ひろしがハーレーに乗ってこうポマードでこうくしくし解いてるシーンを今の鈴木工芸の先生であるトールさんが描いてくれた。なんで囲まれなんですか。あんまこれ言いたくないんだけど、若い頃から付き合ってるかみさんの呼び名が、向こうのかみさんの実家ではかこちゃんって言われてたのね。かこちゃんって言われてて、でその頃俺らがトラックやった時、みんなトラックのニックネームって女の名前とか女房の名前とかつけるのが流行ってて、で結局かこちゃんって言われてたから加工で囲まるっていう、この当て字ね、これ完璧な当て字で書いちゃったんだけど、一回ニックつけちゃったらさ変えられないのがね、もうずっとこのまんま、本当にね、まあ由来的にあんまり知ってる人はあんまりいないんだけどさ。そうなんですか。そうこの熟女関係ってなんですか。いや、やっぱり若い子は興味ないから、熟女関係です。マジで。ここは指定席。そう指定席は、いやもう熟女指定席。でこれちゃんとほら、秘密の花園は夜の街だから、こっちは渋谷新宿池袋、秘密のね、秘密の花園ね、お肌センスがいいですよね、うん、そのトラッカーさん、だからもね、考えるの、ここ文字は何にしようかなとかさ、それが楽しいんだよ、ジムでなんか考えて。これ日本列島西東、これ天下御免のトラック野郎とか、日本列島西東ってトラック野郎の歌でトラック音頭で使われてるような文句をね、平和を守る靖国神社の若桜、結構東京ならではのテイスト、そうテイストを全部入れる、東京のテイストで、ちょっと江戸っぽい感じ、やっぱなんかこの鈴木工芸の時代に合う感じじゃない、ちゃんとこの逃亡者って何ですか。これは矢沢永吉の曲、ちゃんと後ろにいい矢沢入ってんじゃん、入ってます、ここからは生涯現役、そう生涯現役、こっちがシマス、トモス、夜の東京ネオン街、繁華街みたいな、そうもうほら前の仕事は酒屋だったから、酒屋で配達してるようなとこ、飲食店、飲み屋さん、あれを入れてる、だからそういうテイストなんですか。そうで、とっくりが入れてくれちゃって、こう 和のテイストがある。そうこれは目立ちますよね。でこっちは花の大江戸義理と人情のわっぱや家業、これはトラック野郎っすか。そうこっちは泥靴現金だよね。でこっちは今度銀座原宿六本木だから、ああちょっとまたちょっと違う。今宵の楽園、夜の街だから、向こうはこの渋谷新宿池袋っつうと風俗思い出すでしょ。確かにね、銀座原宿六本木は今宵の楽園だ、夜の街、ちょっとお高めだな、こっちはな。これも木更津会の大高衣装、手作りなんだけど。手作りなの。そうデザインは俺が してこうやって作ってもらったのかな。こういうミラーのカバーとか、こういうとこもみんな全部木更津会の大高衣装の手作り。すごいっすね。もうすごいよね、デザインしたらさすぐやっちゃうってとこがすごいよ。これも当時物のコーナー、これもちゃんと服装の純正品だから、今もう売れないんだ、出てこない。もし他にやるとしたらメッキとかだね、あとスペアタイヤのカバーかなんか、あとまあ来年にはもう今頼んでんだけど、内装のメッキを頼んでるから。普段走ってるような場所をちょっとだけ一緒に乗ってます。いいですよ。じゃあすいません、失礼します。はい、はい、すげえ。中もやっぱガッツリですね。こういうの全部自分でやってんだよさ、こういうゴールドのアクリル貼ったりとかね、時計も、足元もこんな感じ。あ、本当だ、足元もすごいですね。見えないとこやるのが好きなんだよね。ああ、ここもなんだってたまに見た人がね。こういう部品も本当貴重なものばっかりなんだよ。そうなんですね。もう本当にバスについてた、すべて観光バスのやつだから、うん、昔のやつなんだよね。知り合いのつてで観光バスから外したもので買ったっていう感じかな。昔もう安くは住んでるよ。もう自分でやったものが多いからね。あそこで、そうそう
そう、こういう間接照明も自分でこう中にこの中に入れて、これもねこういう観光バスの、あの電気があったわけ、この色の種類でそのパターンでこうやってみたんだけど、あこれでも語ったら本当そうだね、一日終わらないですね絶対まだねですね、こういうのみんな全然手に入らないようなライトだからね、ファンタムライトっていう、中に電気がつくとその熱でこの中のオイルが潤滑してこのラメが回るっていう、このメーターも全部自分で中バラしちゃって木目の塗装して周りにブルーの LED 通して水中化、これはトラックの仲間内が作ってくれたの、で石黒っていうあれだから黒さんって呼ばれてるんだけど96 これを入れてもらってプレゼントしてくれたやつ、これもね本当はここね ガラスなのよ、これってガラスを取っ払っちゃって自分で網をつけてそれにこのシャンデリアのビーズを全部垂らして、へえ、だこれごとでは売ってはいない、そうなんですか、うん、自分で改造してるから、分かりました、ありがとうございます、ありがとうございます、 OK いくよ、サントラックはもう乗って何年ぐらい乗るんですか、俺はもう10年、12年ぐらいかな、もうちょっと経つか、まあ大体そんなもんかな、もう乗り換えたりしないですよ、ねえ、ここまで行ったらもう最後のトラックだと思うけど、でもなんか頭の中ではよぎるんだよね次の車っていうのは、そうですね、もう次はちゃんとした仕事重視の車、もうでもノーマルに近いちょっと違うなっていう感じだ、うん、頭の中で構想はあるんだけどね、あるんですね、パッと見た目はノーマルかなって思わせるような感じ、こんな派手派手にしない、え、でもこのトラックも相当愛着ありますね、まあ結構ね一番愛着なんじゃないかな、内装も全部自分でやったからね、そのなんか内装とかそっち関係の仕事はしないんですか、例えばなんかね、よく言われるんだよね、内装やったり他のこといろいろやればいいじゃないですかって言われたけど、まああくまでもそれ趣味だから本業にはしないんだ、こういうのも全部生地買ってきて、はい、もう仲間と一緒にコンパネ切ったりね、穴開けたりして全部スポンジ入れたりして自分たちでやったりとかしたな、ここまで自分でやるとね愛着湧いちゃうんだよね、そうっすよね絶対、うん、こういう塗装も全部自分でウッド塗装とか自分でやってるから、このねマフラーは切り替えなんだけど仕事中はダブルマフラーしないね、しないですね、うん、もう仕事を終わって帰り際ぐらいかな、だからお客さんにはやっぱりうるさい音ではいかない、プライベートと仕事趣味をすげえ分けてるっていう、つかやっぱりねこう飾ってる車で何か言われるのも嫌じゃない、仕事してて、まあ仕事だけはきっちりやる、それがポリシーだよね、だからもう変なこと言うお客さん一人もいないよ、行ってるところでトラック野郎来たみたいな感じで逆に目立って助かっちゃってるね止まった瞬間もう何が来るかが分かりますそう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 、来たよ来たよ、まあこれなんか夜なんかここにスイッチがパン、これでこう、こんな感じだ、すごいですね、うわ豪華、確かなんか夜のライトアップもちょっと見たいですね、ああぜひぜひ、